比前石井氏、佐賀・石井家は、鎌倉時代の発祥と伝わり、室町時代から明治時代初期にかけて、比ゼ国を根拠とした武家、士族である。特に近世の佐賀藩主、鍋島氏の藩祖以来の外籍家門として、主軍を受けた一族として知られる。本願は、下佐国。本姓は、藤原氏を称し、女系の血統から、 下宇佐国出身の千葉市の光栄とも称した。戦国大名、隆蔵寺家兼、高信の不大重臣として、勢力を拡大し、後に、佐賀藩主、鍋島市の外籍、重臣として続いた。石井伊藤、石井はじめ門、石井寄合従と呼ばれる、聖教な武士団を率いて、戦国時代から江戸時代初期にかけて、流盛を極めた。佐賀藩に伝わる、 武士道論書、葉隠れにもしばしば登場する一族で、明治に至るまで戦国時代の武家の気質、家風を伝えた一方、廃人、歌人や学者などの人物も輩出し、文武両道の家門であった。明治以降も、日本の電話創始者、石井忠明、日本の知的障害者教育、福祉の創始者、石井良一ら優位な人材を輩出した。隕石には、大熊茂信、 中村倉之助、竹富自敏、久米国武らが名を連ねている。非全国の石井氏は、室町時代中期の非全国を義軍主、千葉京種の家老、石井氏基部、大助越後を守る藤原正国の子孫の一族で、ある。この中国は、関東出身で、千葉助の矢者後に当たるとされる。石井家府成立、佐賀県立図書館鍋島家文庫所蔵によると、中国は、 関白大城大臣、藤原兼道十三代の子孫にあたり、下佐国佐島郡石井里を本願とする。中国のひいばは、下佐国守護職、千葉助の娘とされ、中国は、千葉氏の内紛の影響を受けて、親族の非善国を義軍主、千葉種継を頼って、下佐国から非善国に移住したという。中国は、千葉種継に仕えて、その復章に抜擢され、 熱ののの没後は老いの千葉京の家老を務めた中国の千葉家中での立身出世により、石井氏は、紀前国佐、家具に与が郷飯いい森村に領地を得て、その後の繁栄の石を築いたのである。佐賀県立図書館鍋島家文庫に伝わる、石井家府では、藤原鎌渡りの十六代、式部、大輔藤原忠平が、県庁2年8月、下御権森となり、 下佐国佐島軍石井里に下校、その着岸、下佐守忠光が初めて石井氏を称したとしている。忠光の総孫、四季部、大介忠明は千葉助の姫を妻に迎え、千葉氏と縁故関係を生じた。忠明の彦が四季部大介地位を守る忠告である。託師郷土資料館の水江新規によると、下佐国安部や上司、石戸四季部、 大助忠政入道前進の着難、指揮部、大助忠明が、三浦合戦に十四歳で出陣した際、陣中に一羽の鳩が飛来し、近くの井戸の中に舞い降りていったという。合戦で汚れた軍旗をその井戸で洗い、再び合戦に臨んだところ、見事勝利を収めたというので、その吉次にちなみ、石道の加盟を、石井に改めたとしている。この、忠明の彦が、 四季部大スケーチを守る忠告である。だが、実際のところ、石井警府、水替え新規ともに、傍傷できる一時資料が存在せず、真偽のほどは明らかではないが、下佐国には、現在に至るまで、石井勢が多く見られる上、鎌倉時代後期の猛虎襲来に伴って、守護職の千葉氏が、文国の非善国を義軍に、 家臣団を従えて移動していることから、石井氏が下佐国に発祥し、千葉氏との縁故で、非禅国に移った一族であることはおおよそ事実と、推定できる。石井氏部、大助越後を守る中国の父は、下佐国の武士、石井左京太夫中華と言い,い、合戦で討ち死にしたため、中国は、親族の非禅国を義軍主、千葉種具を頼り、非禅国に移住した。 種津具は、中国を優遇し、多財府安楽樹る子職、おり居信光の娘を性質に目合わせて、副将に抜擢したという。さらに、千葉市より、非前国佐、家軍小賀郷飯森村に領地を与えられ、影響元年、その地に、母大寺、本禅寺を建立した。中国は、千葉種津具の大仕事は、その老い、陽君、千葉京種に仕え、家老を務めた。 石井四季部、大介越後を守る忠国の着南、四季部、大介忠康の第二は、本拠地を、小木千葉城下の石井屋敷から領地である助家群与賀省飯森村に移し、村内の飯森城に入って、城内に館を構えた。これが契機となって、水貝城主、竜像寺市、林村本城村の土豪、鍋島氏と地延血縁によるつながりを生じ、戦国時代に、 石石が飛躍する足がかりを築くことになった。また、一族を挙げて、いい森村を中心に開墾を進め、佐賀平野南部の肥沃な国葬地帯にある、いい森村一帯と、今津や総王神といった、有明海に通じる図を支配し、豊かな財力と武力を築いた。その頃、主家である千葉氏は内紛によりかつての威勢を失い、佐賀平野南部に拡挙する土豪、地侍に、 旗頭として、その指示を得た国人、竜造寺氏が対等してくる。忠康の嫡男、鶴が守る忠義の頃には、水が工場主の竜造寺安家、内堅府氏との連携を深めていった。鍋島氏と共に、竜造寺氏を名手に要して、後に、戦国大名、竜造寺氏の家臣団の中核を成す、水替え札を形成することになる。石井式部、大輔忠康の没後。 家督を継いだのは、嫡男、駿河守る忠義であった。忠義には、五人の男子があり、嫡男は、泉守忠清、次男は、岩見守忠重、三男は、三河守義正、四男は、駿河守る忠凡、そして、いつを、終わりしかねきよと言った。この五人の兄弟は、いずれも、自由、人格に優れた武将であった。石井氏は、当初、 千葉市の直んの赤心として行動していたが、千葉市の衰退が著しくなると、次第に、竜造寺市に接近する。そして迎えた、協力三年の盾縄での戦いにおいて、鍋島清久、清房府市と連合して、後世に伝説を残した、シャグマの奇襲隊を率いて、苦戦する竜造寺経験隊の危機を救ったことが、きっかけで、鍋島市と共に、 石井氏も、竜造寺氏の重心の地位を格好たるものにした。この合戦の功労によって、鍋島清房は、竜造寺家住の娘、花家をめとり、石井の総領、忠清重家順の四女を形出に迎え、末尾の金清は、家県の彦にあたる補送役の娘をめとった。しかし、竜造寺氏は、当初、勢力基盤が弱く、家県は、馬場より地下の謀略によって、 主君、小二冬、名古屋、国衆から排斥を受け、筑後国へ亡命する事態に遭う。その後、間もなく、家県は本領を回復するが、その時け県機間の中心となったのが、鍋島市であり、そして、石井氏ら、水替え大であった。鍋島市、石井市に加え、佐賀平野南部の土豪、地侍にとどまらず、百姓までもが放棄して、家県を迎えた。 こうして、鍋島氏と石井氏は、流蔵寺や中で一層重きをなすに至った。石井氏は、石井春高森忠義の五人の男子がそれぞれ独立し、一家を建て、着南家、次ん家、三、男や、四、男や、五豆家まで連なった。いわゆる石井五家である。この五人の兄弟が率いた武士団を、人は石、石井島、石井一石井はじめ門と呼び、戦場では、 正教な武士団として、名を馳せた。また、後世に至るまで、一族の団結は揺るぎなく、それは、明治維新まで続いた。竜蔵寺家剣の没後、内剣の遺言によって、当時創籍にあった曹操、創村、縁月が家督を相続した。当初、高信の家督相続には、家臣団の中にも異論があったものの、石井兄弟の末弟石井尾荒加影世が、 高信擁立に主導的な役割を果たした。金清は、家県の遺言を報じ、当時、高信が出家していた水が、工場下の法林院に一体を引いて参上した。高信の,の原族を絞る住職を解き伏せ、そのまま高信を報じて、水が工場内の金清の屋敷に迎えた。金清は、高信の,の原族、原服の儀式の一切を取り仕切り、 高信の家督相続を実現させたのであった。その後、高信は、中国短大で、太宰第二の大内義高の貢献を得て、竜造寺氏の宗家筋の村中竜造寺氏をも、相続することになる。しかし、高信の宗家相続に対し、宗家の重臣、土橋久し駅が、文護国守護職、大友宗麟の指示を得て、反旗を翻す。天文二十年、時に、 大内義隆が、家臣、東春方によって撃たれた直後で、後ろ盾を失った高信は、筑後国に亡命する災難に遭う。二年後、高信は復権することになるが、この時も、鍋島清房と終わり種影清が、佐賀平野南部の土豪、地ザムライラと連携し、隠密に、高信機関の準備を進めた。高信は、筑後国を出発し、回路ロ、前国佐、 家軍が複合に上陸した。川複合には、他の土豪、地侍と共に、石井泉守忠清が一族を率いて参陣し、そのまま佐賀城に向けて進発した。途中、敵方である高岸や八戸市に、占拠されていた居城、飯森城において、石井三河守義政、二郎兵忠春夫氏が指揮する一帯が奮戦して、城を奪還。さらに進撃を続け、には、 佐賀城を回復した。さらに、高信は、小田正光が寄る蓮池城に攻め込み、石井三河守るただが、敵方の優勝、江口玄与乳を一騎打ちで戦いを挑み、これを打ち取るなど、石井氏は、高信復権に、多大な功績を挙げた。A66 年には、竜像寺高信は、非前国峰軍中野城主、馬場明修と、 監修に擁立された小二世教を攻めた。この合戦では、石井隊が先陣を務め、石井は見守る忠児、源次郎ただし治む不死に引きられた一隊が、決死の突入を図り、攻撃の突破口を開く武勲があった。元気元年の大友近佐戸との今山の戦いでは、奇襲部隊の首相、鍋島直重に、石井吉中心が従ったほか、南利氏、加藤氏、 大田氏と共に、筑後国との国境付近に部隊を展開し、回路侵攻してきた大友勢を迎撃、撃退した。さらに孤立した、龍造寺長信が籠もる蓮池城救上のため、石井氏が派兵した遊撃隊が工場軍の隙をついて、兵糧米300票を城内に運び込み、高信を喜ばせた。鍋島直重が今山で、大友近さを討ち取ると、 石井クランド中生隊が、ノートミサダカゲ隊に合流し、大友勢の敗山部隊の殲滅に当たった。以降、竜像寺高信の副将、鍋島直茂が登場してきたこともあり、高信は、非全国の平定を進めた。高信の藩とは、非全国の他、畜後国、非後国、筑前国、武前国、津島国、壱岐国まで及び、五州二島の大使を自称した。 その一方で、龍造寺軍の中核部隊を担っていた石井氏からは、多くの戦死者を出した。高信は、石井氏の忠節と犠牲に報い、石井氏に、事業地の活動をたびたび行い、天正期には、1180長部の広大な所領を有することとなった。この地業規模は、龍造寺一族、戸山家臣を除き、家中第三位の大身であった。この頃、 石井氏と鍋島氏の連携が一層強化される。元気2年、石井泉市中世の着男、兵部醤油常ねのべの次女彦鶴姫が、鍋島直重の正室に迎えられたほか、天正7年には、直重の長女、伊勢隆起の婿養子として、石井秋守の豚だの着男で、彦、鶴姫の大追いにあたる石井太郎五郎が迎えられた。また、石井井守重と氏が直重の実刑、 鍋島信まのの養女をめとるなど、石井氏と鍋島氏は一族化していった。天正12年3月24日、龍造寺高信は、沖田縄手の戦いで応死し、石井氏からも着南下当主、石井大善之助新役以下14名の武将が、戦死した。高信の戦死は、戸様の諸将や文国に同様をきたして、龍造寺氏は移転して厳しい局面に置かれることとなる。 そのような中、竜造寺氏の血縁であり、なおかつ筆頭画廊の地位にあった、鍋島直重が高信の着難、竜造寺聖家を補佐して、劣勢の挽回に努めた。当時、直重の再配を支えたのが、外戚家門、石井氏で、一族の中核的人材を、沖田縄手の戦いで失ってはいたものの、石井木守重都氏、縫い戸の女子茂木吉夫子や、石井修利介、 重成、鍋島主隆、佑茂里、鍋島明守茂兼、慶帝、石井清札ら優位な人材が出て、直重の与党となり活躍した。豊臣秀吉によって直茂、直重が龍造寺氏に代わって国政を担う頃である。文禄慶長の役では、直重に従って、鍋島主隆、佑茂里、鍋島明守,守茂兼、石井ヌイの助茂清。 石井修理介茂成らが出陣し、石井清殺、石井六郎兵中主が、広報支援部隊を指揮した。一方、石井木守茂としら一門の十八将が、佐賀城留守協約として、直茂の留守を預かった。薬後の領内の統治体制の改変においては、石井氏が、積年にわたって、労苦を惜しまず功績があったとの理由から、 地後方面からの侵略に対する防衛拠点として重視していた、蓮池城を与えら、城代、城番に任ぜられ、石井木守る重都市のほか、石井孫左衛門城、重次、石井五郎右衛門城聖国、石井守利助重成が道城を守護した。その後、聖火の嫡男、竜蔵寺高房が、竜蔵寺氏の家督を相続すると、石井氏の鍋島門戸、 勇茂里の長女随商院が直茂の幼女となって、高草の正室に迎えられ、石井氏はさらに発展する。関ヶ原の戦いでは、鍋島勝茂、龍蔵寺高草は西軍に組みし、伏見城、あの津城攻めに加わったが、西軍敗北により、国元の直茂は、徳川家康に謝罪の上、勝茂と共に、西軍の立花宗茂を攻めた。その時、 軍略を支援し、先陣を務めたのは、鍋島モン雄主ー・ゲル・同、秋守茂県警邸であり、海路柳川に侵攻した水軍の将は、石井木守茂都とと石井政策が務めた。江戸幕府の成立以降、龍造寺政家、高佐が相次いで没し、鍋島勝茂を初代藩主とする鍋島佐賀藩が誕生する。時に、石井氏からは、 沖田縄手の戦い以降、直重大体制を支えてきた、鍋島門戸、雄ユー・シ同、ゲル里・秋守茂る県警帝、石井池守茂都と同銅粘土の女しる清志府石井修理助、茂成、石井政策が、反省の中枢に進出した。こうして、石井氏は、鍋島氏の外籍家門として、流勢を誇ったが、初代藩主勝重は、石井氏に対し、 石井の名字は一文限り名乗らせること、京子がいない場合は、同族の内から養子を取ること、竹から養子を取る場合は、人物を吟味し、教育を徹底すること。軍団編成は従来通り同族のみで一体を、編成すること等を通達している。島原の乱では、石井渡る七左衛門正幸と、石井伝右衛門性能が、敵人一番槍の快挙をなし、佐賀藩の名誉を高めた。 第三代藩主、鍋島三重以降、過信団序列が確定し、直重、勝重不死の近親者や、側近衆による、側近政治は終焉し、石井氏の藩内における政治的地位は、相対的に低下するが、鍋島有主ゲル座とは、横岳鍋島や、鍋島秋守茂県は、深堀鍋島家として、過労職を世襲した。石井度の、 ジョシゲル・キヨシ・フシは、石井の井戸の家として、着座の価格に定着し、石井修理助シゲナリは、石井又財門家として、市販・ハスイケ藩の過労職を接襲した。第八代藩主、鍋島春重の時には、漢学者、石井鶴山が、政策顧問に抜擢され、小笠理と共に春重の藩政改革を主導した。元禄年間、藩主直産として五十八家が存在し、 同族で二万国にも及ぶ治療を有した。その他にも、市販や、拓也東大配分に仕えた家も、多数あった。幕末、佐賀藩は、西南遊藩の一角を占め、明治維新に主導的な役割を担ったが、母親戦争では、官軍海軍副参謀となった、石井富之助、海軍陽春丸艦長、石井忠明が軍港を挙げ、 明治天皇よりその功を称される栄誉を得ている。また、蓮池藩第八代藩主、鍋島の保の三男石井忠美は、蓮池藩兵を率いて、出和国に出陣し、武功を挙げている。明治政府では、石井忠明が、初代停心省電信局長を務め、電話事業の創設に尽力し、後に、元老院議官、和歌山県知事を務めたほか、石忠は、 大親院判事、貴族院議員に、石井常英は、横浜地方裁判所長、台湾総督府副審法委員長官を務めた。軍人も多く輩出し、石井義太郎、石井虎尾の2名の提督、将軍を輩出。また、民間では、石井良一が、日本初の知的障害者福祉、教育施設だけの川学園を創立するなどの活躍を見せている。石井着難が、 石井泉守や石井寺南家石井岩美守や、石井三つや、石井三河守や、石井四つや、石井春光守や、石井一おや、石井尾張主家大田鍋島家は初代大田持貫が非、大院の娘随行院を埋めとって初代藩主鍋島勝重の義兄となって一族化した成富家は成富重康の養子調理が大田持貫と非、 大院の娘随行院との間に生まれた子であり、長都氏は、石井常延の彦にあたる。なお、茂康のもう一人の養子、安都氏の妻も日、大院の親戚、石井七郎兵衛の娘である。その他、竜造寺氏の後裔である小柳石井や、鍋島片秀の末裔である、石井内蔵城か、三竹寺の寺家である三竹寺、石井家などの系統があった。非前は池藩主。 なべしまのほよのよ男。ひぜんおぎはんしゅ。なべしまもとしげのじなん。はっとそうまちなべしまや。なべしまたかしぶんのこ。さがはんし。きたじままさながのじなん。ありがとうございます。